もうやらかしたんだろうっていう黒宣言な気がするんですよね。松本人志さんどうこうって僕大人が勝手にやってる話だと思ってるんですよ。いや、恋人いたらホテル行かないでしょう。ブラジャーを外される前にもっとその前哨戦があったと思うんですよね。やべえやって気づくべきだと思うんですよね。あの、なんか芸能活動を中止するんでしょ なんか芸能活動を終始するということは、もうやらかしたんだろうっていう、割とあの、黒宣言な気がするんですよね。要はその、やらかしてません。俺真っ白ですっていうのであれば、別に芸能活動をやめる必要ないよねっていうことになると思うんですよ。で、あの、島田信介さんっていう、もともと吉本に所属してた人が芸能活動をやめ回すときいう時は、その、普通にあの、反社の人にお世話になってますっていうのを認めちゃったんですよね。なので、あの、本当に自分が困ってる時にお世話になって、 たので、そのお世話になったという事実をなくすことはできないので、なので、なんか芸能界を僕は辞めますみたいな、確かこんな感じの表現だと思うんですけど、なので、なんか割と、まっちゃん辞めるっていうことは、それ来るってことなんじゃねえのっていうふうに思われるので、そうすると吉本工業とかが、なんかあの、こう、事実無根ですって言ってたのが、お、無うじゃねえじゃんっていうことになっちゃうので、あの、今後どうなるのかなっていうので。 あの、一応吉本工業 vs 文春の裁判の結果を見てみたいなと思いますけど。事実無根なので戦いますってポストしてた。そうなんだ。事実無根で戦うけども、でも芸能活動はしないの <laughs> なんか、じゃあ芸能活動はもともとなんか、まあなんかもともとやれるかもしれないけどやっぱり続けるみたいなのを書いたから、もともと芸能活動自体はそんなにもうなんか、 あの、本気でやる必要なくて足引いてもいいよねっていうふうに思ってたけども、やっぱりやる。でもやっぱりやらない。どっちやねん <laughs> 戦います。テレビのワイドショー出ますって今日ツイートして。どっちなのワイドショー出るの出ないのえ、なんかさ、その、あの、僕がその、なんかあの、松本人志芸能活動を中止みたいなのも、あの、なんかどっかのニュースサイトの記事で回ってたの見たのね。だからその、まっちゃん本人が言ったのか、 その、ゲーム、下本工業が発表したのか、赤の他人が勝手に思いつきて言ってるのがよく分かったんだけど、ワイドナショー出るんだったら、それは芸能活動を続けるっていうことなんじゃねえの。なので、あの、いまいち裁判に集中って言っても別にあの、弁護士さんに任せるだけで、本人がやることなんてそんなないと思うけどね。あ、ワイドな賞は芸能活動ではない。あ、この解釈は確かに正しいね。要はその、芸能活動は中止します。 でも、ワイドな賞自体は芸能活動ではないので、これは続けますよっていうのであれば、それは確かに論理的には成立すると思います。はい。ワイドな賞まで出るってことなのかななので、ちょっと、あの、正解がどっちかわかんないんですけど、まあ、とりあえず、ワイドな賞が芸能活動ではないという筋が、活動は停止するけど、ワイドな賞に最後、あ、最後出るのね。ああ、じゃあ、ワイドな賞を最後に芸能活動を停止します、みたいな。ほう。 みのさんが解説してたよ。<laughs> なんでみのさんが解説してんの皆さん別に吉本興業の人でもないし、なんか松本人志さんとそんなに仲いいわけじゃないんじゃないのえー、現在吉本興業の松本人志さんが、課外で裁判沙汰になっています。ジャニー北川氏は死後赤外の事実が問題視されました。私は先日亡くなった総科学会の池田大作名誉会長に多く関わって問題だと私はもう学校渡部より子の隠し子や、信平ぶ信らかなんかな のですが、なぜ社会で問題にならないでしょうか。ヒロシさんご意見をお願いします。えっと、僕はあのジャニーズの件に関して割とあの強く責めていたのは被害者が未成年だったからなんですよね。 要はその未成年というのは自分で被害を訴えるということのやり方もわからないとか、そのそれをやったことで自分が救われるかどうかもわからないっていうのがあるので、なので社会で助けるべきだと思ってるんですよ。なのであの赤の他人である僕がそのなんかツイッターで同行してたんですけど、その松本人志さんどうこうって僕大人が勝手にやってる話だと思ってるんですよ。要はその芸人が グランドハイアットで飲み会ホテルの部屋でやります。で、女を集めてます。もう危ないでしょ <laughs> あのさ、その、なんか、まず、普通さ、彼氏がいる人行かないよね。あの、まあ、その、シングルですっていうのであれば、まあまあ、ワ,ワンチャンなんかタレントと仲良くなったりとかで、得するよねって言うと行くないんだけどさ、いや、恋人いたらホテル行かないでしょ っていう、僕、至ごく大人として当たり前の話だと思っていて、それで何かありましたとか、なんか、俺の子う産めえとか言われましたって、なんか、じゃあ問題があったら警察行けばで、それは自分で警察に行って、被害を訴えるっていうことができる人なわけだから、それは自分で解決すればいいんじゃないので、行かなかったんでしょ、警察。それは自分で行かない方が得だと判断したんでしょっていう話なのでね、僕はあんまりこの、社会的な問題にすべきことだと思わないんですよ。 なんで僕はあの、えっと、多目的ルームの渡部さんの話も僕だから結構どうでもいいと思ってて、あの、面白いからタブスキルームで渡部さんいじってるんですけど、別に被害者と言われる人も大人で、なんか渡部さんにやられて1万円もらいました。で、毎回1万円しかもらえませんでした。嫌なら行かなきゃいいじゃん。<laughs> で、なんかその強制わい的なものがあるなら警察行けばいいじゃん。 <laughs> だから僕、大人の話は別になんか本人が揉めてるとか、あとまあ芸能のゴシップネタとして面白いとは思うんですよ。なんかその、あのなんかその、なんかかっこいいイメージのある渡部さんが多目的ルームであって1万円安みたいなのは面白いと思うんだけど、でもそれはなんか社会としてそれを救うべき話かというと別に救うべき話ではないと思うんですよ。好き勝手にやってんでしょ 好き勝手にやれば。で、なんか嫌なら警察行けば。要は警察っていう、その、その人を救う仕組みはあるので、別に社会としてそれを変える必要がないと思わないんですよ。なので、吉本に関していくと、もうそれも別になんか、松本人志さんがそういうことをしてるという話自体は芸能ゴシップとしては面白いんだけど、でも別にそれ、社会がどうこうって話じゃないよね、というふうに思ってます。で、相関係がどう,こ,うこれ、あの、どういうニュースか知らないんですけど、あるんだったら、とっとと警察行けば、って思いますか、はい 強制わいせつがありましたっていうので、警察に行ったけど、なんかその闇の力で相手にしてもらえませんでしたっていう、あの、伊藤しおりさんのパターンだと、それは僕社会が何とかすべきだと思うんですよ。いや、その強制わいせつで、その被害届を出して、逮捕状まで裁判官が出してにも変わらず、現場と警察官の判断で逮捕状を執行しませんでした。 で、それはやっぱり安倍首相と仲のいい人がやってるから潰したよねっていうのは、僕はそれは社会が直すべき問題だと思うので、伊藤勝利さんに関しては、そのメディアなり社会なりが動くべきだと思うんですよ。でも別にあの、警察にも言ってません。被害届も出してません。うん。そう判断したのであれば、それは被害がないってことだよねっていうことだと、僕は思うタイプです。はい。それはそういうものを許容する空間だったんだと思うんですよね。 で、いやいや、そうじゃないと思ったっていうのは、ただの誤解です。そういう場所だと思うんですよ。で、多分その、ブラジャーを外される前にもっとその前哨戦があったと思うんですよね。要はその、なんか似たような接触だったりとか、性的な嫌がらせとか、 っていうのが多分あって、やべえやって気づくべきだと思うんですよね。それを求めて金を払う人もいるという空間なので、なのでなんかそういう空間にいるのも好きじゃないし、それに金を払うのも好きじゃないので、僕は好きじゃないんですけど、ただ世の中にうんこバーっていうのがあって、あのなんかうんこを食うのに金を払う人もいるし、で、そのうんこをして、そのうんこを食わせることで金をもらう人もいるんですよ。なので、あ、そういう人たちはいるんだよね、と思うので、僕はそれには携われないしか変わりたくないと思うので、 なんで好きにしたらと思うので、なのでそういうのが嫌な人はそういったところで働かない方がいいんじゃないかなと思います。はい。ああ、お金持ちのように奥さん以外とエッチしたくならないですか僕、夫婦のシステムはすごい好きなんですけど、夫婦嫌いなんですよ。ややこしい話ですけど、住む宿とか見るのは好きなんですよ、システムとして。あ、この国にこういうシステムがあるんだ、こういう女性がいるんだとか、例えばあの、 その国に行くと、あ、この国はこういうタイプの移民がをするんだとか、そういうの見るのは好きなんですけど、僕、買ったことないんですよ。で、フに金払ったこともないんですけど、なんだろうな。理解してもらえるとは思わないんですけど、お金を払ってそれをやったとしても、この人はお金をもらってるからやってるだけで、いやいややってるんだろうなっていうのが、わかる状況って、 なんか、要は、えっ、ー、と、例えば、かわいそうな奴隷を見たら助けてあげたいと思うじゃないですか。でも、僕はお金を払ってかわいそうな奴隷を作る側に回ってるじゃないですか。でも、 その人は嫌い,いや、嫌いがってるわけじゃなくて好きでやってるんですよみたいなこと言われたとしても余計にそういうことを言わせてしまったみたいな罪悪感を感じてしまうと思うんですよ。もうそこまで言ったこともないからわかんないんだけどお金を払って他人が嫌なことをさせるっていうことが僕あまり好きじゃないんですよ。だから。 その前にそのファーストクラスに乗った時におばさんが僕のそのベッドメイキングするのを嫌だっていうのも言ったことあるんですけど僕そのお金を払ってなんか他人がお金のために嫌なことをしてるっていうのを見る加害者になるのが嫌なんですよだから全然気にしない人がやる分には全然いいと思うんですよそれで社会は回ってるしで実際お金欲しくでやってる人たちだからお金もらって嬉しいと思うんですよただ僕その 加害者であることに、もう耐えられないことがうすうす分かってるので、その位置に行きたくないっていう。はい。日本にはキャバクラというシステムがありまして、あの、ニートの人とか無職の人とか、あの、友達がいない人は行ったことがないと思うんですけど、行くと、なんかこのソファーみたいなのがあって、で、こう、まあ、例えばおっさん何人かで座ると、その間になんか大体20代ぐらいの女の子が座って、こう、会話をするっていうのがあるんですけど、基本的に、 20代ぐらいの見た目がそれない女の子の話は面白くないんですよ。その、デブとかブサイクは話が面白いんですよ。だって話が面白くないと生き残れないから。でも、キャバクラみたいなところに来ている子って、基本的に見た目だけで人の話を、ああ、そうなんだって言ってるだけで生き残ってきた人だから、話聞いても全く面白くないんですよ。で、しょうがないから、 無言も嫌だから、僕が面白い話をせざるを得ないじゃないですか。で、まあ僕は必ずってないんですけど、なんかその、面白い話をした結果、お金を払って帰るっていう、すげえ無駄な時間を過ごした感で、まあ例えば誰かと一緒に行った時って、僕はその誰かと話がしたくてその時間を作ってるんですよ。別になんか、 その、しょうもない女の人に面白い話ぐらいやったら家帰ってゲームするよって話で。だからその、時間も損してるし、相手の人にもお金を払わせてるし、その人と話をする時間も作れないので、なんかね、損した感が倍増するんだよね。<laughs> なのでキャバクラ嫌いです。はい、すいません。かけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。